日清堂和菓子の日清堂。お土産を買ってこう。ああ、ありがとうございます。涼しげなやつとかあります。水溶感とか。ああ、いいですね。いいですね。梅ゼリーとかね。ずいぶんしなすちゃんは美人になっちゃって、もともと美人だったけど、本当に美人になったのね。なあ、それしか言わんじゃん。もともと美人だけど、すごいめっちゃ言ってくれる。桐生の未来は明るい。桐生の未来は明るいっす。全然暗いんだよね。すみません、やったのに全然見て。若いからおかぎなんだ。あら、え、一ついいですか。大好きなんだけど俺。おかぎ俺も大好き。しかもお腹空いてたよね。うんうん、ありがとうございます。すいません、すいません。また寄らせてもらいます。はい。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。誰も気づかないですか。え？ずっと俺、木野原涼子と同じ。いやいや、誰が気づくね。同じ格好してたの。ずっとずっとこうやって。いつからやってたの。もう入りたてからやってました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。浴衣ほら、一応基本的にはくるぶしが出るのが浴衣だから。丸眼鏡持ってくればだったな。そうだね。あー、いいね、うん、この帯はお願いだけました。絶対嘘よ。え、マジですよね。何を嘘って言ってるんですか。何をもって嘘って言ってるんですか。答えてくださいよ。あれーって言ってた。マジ、あれーやる、倒れた。こういうさ、デートいいと思うよ。いいでしょ、それ。うん、着物、浴衣着てさ。あ、この線。いや、なんてだよ。この、こういうデート。こういうデート。しかも、この繋い方やめて。やめて。ガチのやつやん。熱い。熱いよね。え、これすごいね。絵になるよ。絵になるよ。まだ知らない世界ってあるのか。着物着たの俺マジ15歳だよ。俺成人式は？成人式スーツ。スーツ。男の人はスーツか。着るよ。時々めちゃくちゃ出せんだよな。カッコつけるな。カッコつけるんだよな。洋服でいることがちょっと恥ずかしくなりません？なる。ちょっと羨ましいでしょ、全然。すごいなんか疎外感。力仕事なんですね、結構。普通にフラッとする。大丈夫？苦しければ緩めるよ。大丈夫、大丈夫。ありがとうございました。完成。浴衣男女が。おー、おいおいおい、いいじゃん。はい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 。あー、すごい。うわー、綺麗ですね。ベースランニング。ベースランニングの育種と、コナイト、トミト、長岡千夏です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。すごいですね。めっちゃみんな似合うね。太陽めっちゃ似合うよ。俺はめっちゃ似合うんですよ。今日は着物を着てね、気流を満喫しようという旅でございます。ご褒美会です。ご褒美会ですね、今日これはね。ご褒美多いね。多いね。多いね。これがレンガ、これでパン食べるっていうのもなんかちょっとおしゃれですよね。うめえ。いや、まだ食ってねえだろ。もう食わなくてもわかるわ。これ何？これ明太フランスガレーズ。絶対うまいやつだね。ここの屋根もあれね、ノコギリ屋根。ノコギリ屋根。うん、アンパンマン工場ね。アンパンマン工場、ギザリ。あ、アンパンマン工場ね。アンパンマン工場ってギザリですね。うん、え、してるっけ。してます。何を置いといたわけね。あ、いい感じだわ。いい感じ、すごいいい感じ。人の車の。はい、ということで郵便館に来ました。ここ何なの。なんとか酒造の蔵だよ。そうそうそう、酒蔵なんだ。酒蔵だったところを。そうなんだ。また改装して、うん、演劇やったりとか。あ、絵になるね。しかし本当だったらこのこうやって持ってきたいんですよ、ちなっちゃんを。こう、あー、そう、あー、あの切り牛して重要ごっこ。絵になるよこれ。あ、いいよ。なんか五光が差してるよ。どことなく僕らに似ているよ。投げー。暑い。脇から涼しい。いや、涼しい。ハニー君？いや、オラキオス。だって選手の。さっきのは醤油蔵だったけど、ここは塩蔵？いやー、美味しそう、普通に。また歌う？生きてしい、生きるすべてのものへ。
綺麗。やっぱ髪の毛濡れた。そこ入れそうだよ。次は何蔵？レンガ蔵。やっぱその格好してるとどこにいてもいい家だよ。今年さ、お祭りないからさ、浴衣着れてよかった。ということで、この動画良かったらチャンネル登録。いやいやいや、終わらすな。暑いからって思う。やっぱそれがいいわけね。それが風が通るんだ。はい、辛そうだな。全然強くないっすよ。毎日これがいい。うん、寝るときだってこれがいい。風呂入るときもこれ。風呂入る。いや。メガドンキ。これなん、ここなんだ。メガドンキホーテ。ここによく来てたってことですか。高校時代。高校時代は。学校帰りにここに来てクレープ食べて帰るっていう。なるほどね。キリジョの放課後ルーティーン。キリジョの放課後ルーティーンね。いいなぁ。キリジョになりたいな。キリジョになれねえんだよ。他のなんかキリジョの放課後ルーティーンの場所はないの？エマです。タピオカ屋だね。うん。エマ行ってみる？どこ？あれ？やってない。やってないよ。やべえ。どうなの？やべえ。キリジョの放課後ルーティーン、はい、スポット2。なんかこれできた時すげえみんなインスタにさ載せ始めてさ、これどんだけキリジョと。確かにお前登録してんすか。もうキッコ行きません。タピオカ出そうだ。店やろうとすんだよお前。いいですか、開いちゃって。あ、すごい。でもなんかカップルっぽいよこれは。もう確実にね、これはいいね。確実にこれはもういいんだよな。開いて。え、何が起こった今、何が起こった、これ。え、これ多分茶番です。わざと。はい、多分わざとです。わざとか。お前、行きましょう。これがキリジョ放課後ルーティーンのスポット3。なんか最近できたんで。最近できたんだ。多分みんな行ってると思います。行ってみましょうか。キリジョの放課後ルーティーンスポット3でね。めっちゃ言うのに。なんで水道山っていうの？今ちょっと調べてます。なんでゲストに調べさせてんだよ、ほんま。え、でもキリュウ。あ、てかキリュウ娘だもんね。キリュウ人ですから。キリュウ氏の排水池があるあるだそうです。排水池かね。以上です。以上です。わあ、綺麗。ここはすごいです、本当に。やっぱ来てよかったね。よかったよ。これデートスポットじゃん。ちょっと読んで。おい、ナレーションして。俳優さん。バイバイ。ダザイ、まるでお前が書いたっぽい感じで。山上古く長むる店舗2年秋渡辺峰山。いや、火山だよ。え、渡辺峰山、嘘でしょ。あ、ちょっと2人でほら、ちょっとあそこ行ってよ。なんで絶対的にいいから。絶対的にいいから。あ、本当。いやいや、誰がドンキの場所知りてんだよ。すげえ景色だな。めちゃめちゃ立つやん。めちゃめちゃいい景色だね。キリュウ、こんにちは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。急遽今日ね、控え室に使ってた隣のなんか教室みたいなところでうどん作ろうかいみたいなね、イベントでね、はい、カレーうどんを出して特別に出してくれました。カレーうどんとステッカー、群馬カレーうどん。うん、かわいい。いただきます。これだって手打ち、足打ちってあんの？足でこう踏むみたいな。おいしい。めちゃめちゃ美味しい。いただきます。あ、うまっ。やった、お腹すいたわ、ね、多分着物のね、あの帯で締められてたから。そういうことか。解放されたからね、いっぱい入るね。急にお腹すいた。あー、ごめんなさい、ありがとうございます。じゃあ最後 ね、締めの鍵を食うか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。なんで終わる、ね。はい、まず次回お会いいたしましょう。終わらせてここ。うわ、もうすげえ、なんかさらっとすごいね。おー、めちゃめちゃうまい。うまっ。
ただきます。全部いっちゃってください。え、何これ、どう、超いちご、超いちご、超いちご、なんかいちご、あ、お疲れ様でした。一日中ね、桐生を楽しみましたけど、はい、満喫したね。どうでした、長岡さん、しなっちゃん。建物とか当たり前にあったと思ってたんですけど、うん、みんななんかすごいとか言ってくれて嬉しかったです。いいところに住んでるんだなって改めて思って実感できた。桐生さん、やっぱ活気あるよね。活気あるね。うん、29日に土曜日の17時から群馬テレビ、群馬テレビで放映されますので、はい、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、この動画気に入ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ファナ SNS 概要欄にありますのでチェックしてみてください。まだいいねしてない人全員ボロボロまだいいねしてない人も早く押してくれ。今押してほら、じゃじゃん、千奈さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ、バイバーイ。よくわーとーたこの二人はあとーたろ。いや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 い